ラスチックごみの問題が世界的に騒がれてますよね。まあ、その関係はすごく気になったんで。ゴミを見るとちょっと嫌になります。ショックです。今、世界が直面する海洋ゴミ問題。中でも深刻なのはプラスチック。100年単位で世界の海をさまよい、やがて細かな破片、マイクロプラスチックとなり、生態系に計り知れない影響を与える可能性があります。美しい海洋を守るためのリーダーシップを世界の中で取っていきたいと。海洋問題に取り組む日本財団は、日本初の包括的海ごみ対策プロジェクト、チェンジ・フォー・ザ・ブルーを立ち上げ、その後環境省との連携も発表。産官、学民、一体となって日本から世界に発信できるモデルを、生み出していきたい。国民的なムーブメントを目指したチェンジ・フォー・ザ・ブルー。鍵となるのは、海のゴミのおよそ8割は町から来ているという事実です。 Bottles from post-consumer PET are failed to be collected properly and some of them may still be entering rivers or oceans。 町のゴミを減らすため、名だたる企業が先を争い、チェンジ・フォー・ザ・ブルーに参画。リサイクル事業で新たなスキームを次々と発表しています。日本の地の最前線、東京大学でも、未だ謎の多い海洋ごみの実態解明に全額を挙げて取り組むと宣言。海は人類存立の基盤といっても過言ではありません。そして市民一人一人の手によって、日本全体の連帯を示した海ごみゼロウィーク。地域に根ざした企業、団体、大人から子どもまで、海の未来に心を寄せる全ての人々が力を合わせた瞬間でした。少しでも拾えたら来る人が多くなると思う。下に置いてるゴミとかあるじゃないですか。気づいたら入れようとか、そういうなんか自分でできるちっちゃいことをやっていこうかなと思ってました。この海ごみゼロウィーク、全国北から南までおよそ1500箇所、延べ50万人が参加しました。青き海に囲まれ、海と共に生きてきた私たち日本人、一人一人の行動が今、世界の海を変えていきます。チェンジ・フォー・ザ・ブルー。青く輝く海を、私たち自身の手で。